はーい、ごちゃったし。それじゃあ本日はね、こちらのラブラブスクールデイズ。あ、ちょっと屋上か、体育館からのなんかをやってみようかな。うん。まあ、とりあえず屋上狙ってみよう。春宮エミリここにいるんだ。いいんだな。近えな。春宮エミリ近いとこにいるんだ。初めてはこんな近くにいるの。そう、壁ドンの極意。グラフィックオーダー今回いらないよな。多分。ちょっとなるべく拾わないようにしよう。いらないアイテムは。それで、その、アイテム拾った総数で多分、変わるんだよな。あいつなんだっけ、マキナちゃんのね、AI。あれ多分、アイテム拾った量なんだよな。いるじゃん！あぶねえ！これどっち？どっち？これ、OK か OK か？こっちいいか？こっち合ってる？こっち逃げれてる？ちょっとピンチだ、ピンチ。マジか。あそこちょっと探索できないな。覚えとこう。入り口の方ちょっと探索漏れあるね。とりあえずこっち側行っちゃいましょう。はいはいはい。まあ今、後ろを追いかけられてるってことは、まあ前には基本いないってことだから、まあ探索はしやすいよな。カメラ持っといてよかった。とっさの判断。大切。はいはいはい。あ、この親友もなんかわかんないんだよ、よく。親友何が、でも親友も絶対何かすると、相手、好感度してるだけじゃないよね、親友も。何かあると思うんだけどな。ちょっとわかんないね。はい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 。ほいっと。今回ちょっとアイテムやっぱ、最初の方探索できなかったらな。あ、なんかある。これポケベル。ポケベルいいね。はい、持ってこう。よしよしよし。やっぱ、最初の、あ、いるな、なんでいんのそこに。なんで俺より先いんの。待って、びっくりした。危ない。ちょっとこいつになすりつけよう。どっちから来る。あー、来た。よーし、オッケー。あれ来た。あぶねえ。なんでそっちから来んの？本当に。びっくりした。前にいたよな、今。ドア閉まってたのに。ワープしたか。爆薬あんじゃん。こんなとこやったか。危なかったな。結構やっぱ、タンスコもらえるな。最初の方追いかけられちゃったから。まあ、とりあえず、こっちの方行こう。やっぱり来ると思った。なんだ。あー、ダメだ。あー、くっそ。もう、もう、なんか来ると思ったんだよな、今。待って。これなんだ。これなんか使えそうなんだよな。これ、炎の騎士ってさ、あの体育館にいたやつのだよな。こいつなんかあるんじゃないかな。この先だって、なんで同じとこいんだよ、お前。お前、同じとこは来んなって、バカ。相手がもう一回使えんかな、これって。あ、行った。よし、まあ、一応探索。大丈夫か？外れたか？同じ場所にいた。飛びすぎだって、俺の先に。あそこ探索できてないな、ゆっくりと。あ、なんかいい感じにお花が集められてる。これもなんか使えそうな場所あったもんな。うんうん。ほいほいほいと。とりあえず探索をつ、ああ、これ嫌なんだよな。なんか走るのは最悪いんだけどさ、うるさいんだよな。音が。これ e スポーツブスか。はいはい。ここどうやって開けんだろうな、本当に。多分金庫の時に鍵あるんだよな。いいね。ハートの部屋、ここに置くんだよな、多分。お花を。これか？ラベンダー。来た。で、ここに、花を設置。もう一つですな。うるさいな、このバチャバチョン。ここもここでうるさい。まあ一応覚えとこう。お花見つけたらあそこに添いに行こうか。あ、シューク名人。あぶねえ。こっちか。あぶねえ。職員室。大丈夫か。見つかってるな。あー、そっちかい。もう、開ける場所。固定なの困るな、本当にこれ。
おい、こっち側行ってと。それ困るな、本当に。どっちでも開けるよう欲しいな。そこで困っちゃう。そこで止まっちゃうんだよね、動きが。あー、しかも行き止まりのとこ来ちゃったか。あ、花あった。これ添えたらどうなんだろう、本当に。ハートの部屋でしょ。ちょっとそのチップ置いちゃおう。これ何ができるんだろう。なんだこれ。サヨリ。サヨリってあの図書館の子だよな。ちょっと行ってみる。図書館。図書館どこだ。あー、あそこか。サヨリの好感度。え、もしかこれで好感度アップできるってこと。これアイテム、あ、え、なんか顔から見てる。はいはい。私の好感度データ。はい。見つけてしまったの、ね。見つけてしまいましたよ。ああ、どうしてあんなところに好感度データを封印したんだ。もう隠していても知らないわね。え、もしかして俺のこと大好きエンド？あなたはエミリちゃんに夢中で、うん、気がつかなかったかもしれないけど、はい。私、あなたのことが好きだったの。なんだ、え、マキアちゃん以外にも好かれるエンドあんだ。はい。そう、普通って書いてあったね。私の趣味、プログラミングでしょ。うんうんうん。これくらいの書き換えた。ああ、はいはい。ことなんて造作もないわ。造作もないわ。よしきくんが表示してるのは、私が上書きしたダミーデータ。じゃあ他の人が大嫌いとか嫌いと書いてあるのも、もしかしてダミーデータですかな。でも、あなたがそれを持ってきてしまった以上、うん、私は、自分に嘘はつけない。はい。あなたのことが好き。おお、え、これエンディングもしかして。さより、あなたがエミリちゃんのことが好きなのは分かってる。はい、好きじゃない、好きじゃない。大丈夫、大丈夫。あ、エミリ誰？ハルミアか。知らん、知らん、知らん。あんな廊下爆走するやつ知らん。だからいいの。この思いを伝えるだけで。いや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 、俺さよりのことは大好きなのよ。だからこそ君のためにいろんな道具持ってきたいね、前回してたんだよ。実は俺もお前のことが、慰めはいらない。慰めじゃない、慰めじゃない。俺ショートカットさえ大好きだから。あなたがエミリちゃんを攻略したかったのは分かった。今回はね、まあそうだったかもしんないけども、うんうん、まあ全然、え、全然全然そんなことないって、本当に。まあ今回だけだよ、本当に。今回だけエミリちゃんってのは。さよりちゃんの番もあったし、もうさよりちゃんもずっと好きだったから。サヨリちゃんのことは、エミリーちゃん攻略するときもサヨリのことはずーっと大好きやったからね。そのパソコンで交換のデータ確認できるんだろ。俺の交換のデータ確認してみるよ。俺のもあんの。え、主人公のあんの交換だ。お、え、いやー、19,000。壊れちゃう、壊れちゃう、壊れちゃう。バーンって言っちゃうよ。スカウターになっちゃうよ。信じられない。まだ、スカウターみたいになってる。うわぁ！待って待って、パソコン壊しちゃった。パソコン壊すのやつ、え？パソコン壊すの嫌われちゃうんじゃないの？プログラミングが好きなさ、子でしょ、この子。わかっただろ、俺の気持ちが。本当に。はい、大好き。私のことが好きなの？大好きよ。あ、お前のことが好きだ。気持ちを伝えてよかった。はい。ちょっと待って。ちょっと待って、何？あなたの座標は。あ、マジでそういうのあんの？自体に移動させてあげる。はい。え？ここなら。マジで早っ。え、すごっ。え、お前別に俺が何もなくてもさ、この世界救えたんじゃないの？これからは永遠に一緒だね。待って、こいつ、待って、こいつもヤンデレだ。え？こうして俺は図書室で、図書館でさよりと一緒に暮らすことを決めた。待って、こいつも待って、ヤンデレっぽくなかった。たまにマキナが来て文句を言ってくることもあるが、ここは安全地帯なのだ。誰にも二人の邪魔はできないのである。俺もこっから出られなくなってしまったが、隣にはさよりがいる。ずっと二人は一緒なのだ。これもエンディングなんだ。あー、結構早くできるやつもあんだな。ね。ほう。あ、ちょっとエンディングを見えたし、じゃあ今回は、ちょっと探索の回にしよっかな。うん。
なんか新しい情報を知れたらいいな、これで。なんかないかな、アイテム、新しいアイテムの使い方とかな。まだだって使ってないアイテムとかいっぱいあるもんね。まあ、そういうのの使い方とか、ちょっと攻略の糸口を見つけられたら、ちょっと嬉しいね。体感近っ。今回体感近いな。あいつも近い気がする。すぐそばに上がった、今。ここで追いかけられたら俺無理よ。いましたね。いましたね。あー。来ちゃった、来ちゃった、来ちゃった。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。はい、オッケー。こんぐらい締めちゃえばもう来ないでしょ。いやー、行き止まりですなー。いけるか、これ、逃げれるか。はい、はい、オッケー。こういう場所と逃げれるんだよな。こっち側あるね、道。はいはい、オッケーオッケーオッケー。待つか、こっち側。ああもうこれ本当に困るなー。どっち側なんだよ。なんか、左と右わかんねえんだよな。どっちの時もあんだよな、あれ。左と右。開けるの。どっちか固定してほしいよね。でもプール。あ、もう、結構、遠いな。あ、カメラとか。いいね、これ。エナジードリンク。目覚まし時計もあるんだよね、ここなら。ここなんだっけ？ここなんかあった。使っちゃったー！ e スポーツか。間違えて使っちゃったわー。カメラ。合わせとくものもちょっとあれだなー、カメラとかね。襲われてから合わせるのもいいなー、そっちの方が。間違えて使っちゃうんだよなー。まあでも、体育館、まあでも金庫の場所、そうよなー。あ、トンカ、ハンマー。ハンマーこれ何使うんだろうな、本当に。来ちゃったか今。これで襲われるんだったら、あ、いっか、サヨリいるし、あそこ、図書室。サヨリになすりつけてから逃げれるか。おい、おい、おい。配信用マイク。これどこで使うんだろうな、これ、配信用のマイク。まあ、e ゲームか。e ゲームじゃない、e スポーツか。e スポーツの場所だと思うんだけど、e スポーツが飽きらんないしなぁ、ほんとに。あ、なんだこの部屋。え、こんなとこあったっけ？ん？こんな窓とかあったっけ？初めてか？あれ？ん？なんかこんな部屋、え？ここなんか初めて見るかもしんない、俺。俺が見逃しただけかな。こういうところ初めてかもしんない。なんだ、もうくっそ、もう近くにいるんか、今。屋上だ。じゃあもう、いや、もうめっちゃ引きつけるわ、こいつ。ほいや。これでも屋上しかないんか。じゃあ、それならもう戻っていいな。うん。なんかどっか行っちゃったな、マキナちゃん。なんだろうな、このね、場所。不思議ですね、ちょっと。こいつ。一応使っとくか。こいつに何か使う、やるんだよ、多分。こいつに持ってくアイテムとかあるんかな？食パン、オッケー。ある？そんなの。持ってくアイテムなんて。ないよな、でも。関連アイテムあったっけ？こいつに渡すような。これ、そういや、これで作るさ、転送モジュールを、どこで使うかわかんないんだよな。あ、シューク名人、ラッキー。今どんくらい、あ、ちょっと減ってるね。使った方がいいわ。転送モジュールはどこで使うんだろうな。なんか、わかんないことばっかだね。パワーポージオッケー。パワーポージュールも嬉しいね。最悪動き始め、あこいつはマジ怖い。ああ、いつもできた。ちょっと待って、金庫のある場所です。ああ、落ちちゃった。ちょっと、使おう、ワーポージュール使おう。あいつも消えたな。これをどこで使うんだろうな、転送モジュール。なんかあったっけ、使う場所な。落ちちゃった。プルンとして綺麗な脳みそ。なんか書いてあるってことは、これ割れるんじゃないか？割れる！何に使うんだ？
そうよな。あ、ガソリンこんなとこあったんだ。多分これ、そうだな。なんか触れるんだ。テキスト出たやつは、なんか使える。あ、壁の極石もあったな。テキストあるやつは、触れるのか。はいはいはい。なんだろう、どうだろう。これを、入れ替えるとか？お。危な。これをメンテナンスルームの、やつと入れ替えるとか？この脳みそを。メンテナンスルームにも、あったよな。脳みそ。あれと、これを入れ替える。でも、そうし、ん？それで自分の脳みそを、いや、ないよな、でもそんなの。うわぁ、怖っ。これとか？これもそうか、脳み、あるじゃん。あれ？お前喋んのかい！どうしてしまったんだ。無駄に生き物だな！確か、マキナとかいう。あー！なるほど！あいつに改造されてから動くやったんか。思い出せ。君が僕を直してくれた。やだな、なんかお前。なんか挑発のさ、メガネキャラじゃないか、お前。ありがとう。なんとお礼を言っていい。なんかアイテムない？そうだ。よかったらお礼に、これを受け取ってくれない。何？僕は少し疲れたよ。いや、あ、待って、こいつもう保険の授業動かないんじゃん？ラッキー。あ、お前かい？じゃあ金庫、金庫じゃ何入ってんだ？ここで e スポーツの鍵拾うんか。待って、金庫何に使うんだろう、マジで。あ、待って。わかんなくなっちゃった。ここか。そっか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 。e スポーツはどこらへん？あ、e スポーツは、e スポーツはプールの向こう側だな。人体模型さんが！もうされちゃった！せっかくの人体模型さん、意思を戻したのに。すまんな。合うじゃん。普通に合うじゃん。あ、待って、なんかエンディング流れてる。一瞬エンディング流れた。なんで？どういうこと？なんでちょうど e スポーツだ。閉めといてと。ここ来ちゃおうか。開けちゃいましょう。何があんだろうな、ここには。これで配信、あ、やっぱそうだ。ここに配信機材か。全部見た覚えあるな、これ。あ、でもこれ以外は全部見た覚えある。カメラとか。なるほどな。でもここ転送モジュールってわけじゃないな、じゃあ。うん。うわぁ。まさかあいつが落とすとは思わなかったからさ、配信機材持ってきてないんだよな。そっか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 、なるほど。なんでだ？あ、ワープオジルラッキー。おーし！残念だったな。屋上の鍵ゲット。なんで？マジなんで？ずっと来てる、なんか。こいつにまたこれ以外の対処法とかあるんかな？これ以外に、なんかやる。倒す以外の、なんか攻略方法みたいなやつはないでしょうか？ちょっとお前食パン食うか、トーストにする！ああ！食パンをトーストにするわけじゃないか。ソックスキーパー。ああ、痛いなー。ここに不気味ちゃんで、あいつを呼ぶとか？いや、でもそれは怖いな。いや、やってみるか。はい。さ、これで。不気味ちゃん呼んで、呼び寄せる。そうすることによって、あ、でも、いないな。ん？あ、消えるんか、あれ。設置したら。あの音か。ピシュンって音。いや、もったいないか。不気味ちゃん違うんか。
転送モジュールであいつをどっか飛ばすとか。だって捨てんのどうすんだっけ。あ、捨てんの、あ、そっか、使用電源だけ意味ないか。あー、くな、お前そんな、あー、あー、ん、なんか変な音した今。ん、なんかバゴーンって音しなかった。待って、やっぱりあいつをここか、ここで壊すのかな。ここであいつに扉を壊させるとか。あー違うか、そういうわけじゃないと。ん、近くで扉が開いた音がした。あ、これ俺の鍵か。これ転送文字の鍵だ。あー開いてる。あー、あっ、サオリ、サオリか、サヨリか、なんで彼別のゲームから召喚されたみたいぽいよな。私たちレイヤーシミュレーションのキャラは攻撃手段なんて持ってない。うん、彼を倒すにはこの世界のルールに従ってもらうしかない。あれか、その倒せない人用のヒントか。そうよ。うんうん、このゲームがモッドに倒してるのは知ってるわよね。はいはい、それを利用して彼を攻撃手段に設定。待って、全然違う俺の想像と。学校のどこかに彼の 3D モデル。ああ、はいはい、あるね。ああ、うん、それを見つけ出してくれる。はい、はあ、それを見つけて渡すと攻略キャラになるのか。じゃあ、あいつ倒しちゃダメなんか。置いとこう。こいつ、そうだ、こいつ話聞きたい。俺は確か、はい、いや、ところで俺に何か用か。女の子評価しか教えてくれないんだよな。じゃあな、マキナに気をつけろ。やつの目的、お前なんかさ、いる？なんかない？なん、あ？こいつか！どういうことだ？なんか、ラブレター渡すみたいな渡したけど。この、あー！あ、こいつを他のゲームに逃がすってこと？俺が逃げてんだけど。な、もう。な、逃げた方がいいみたいだな。お前はどうすんだ？はいはい、お前はどうすんだ？俺は？なんでだよ！いいよ、一緒に逃げようぜ。お前の決意は固いみたいだな。固いみたいな。絶対に死ぬなよ。こいつ逃がしたところで何？何になるの？え？何？え？逃げねえんだけどこいつ。は？渡してみないじゃん。逃げろ。あ、なんだお前。早く逃げろや。カッコつける前に。あ、そか、お前カメラ向けられてるからか、もしかして。こいつ腹立つなぁ。俺が苦労して手に入れた、出てきたしさ。俺は苦労して手に入れた転送モジュールをさ、何もせずよ、ほんとに。あ、あった。こんなとこやった。とりあえず屋上も開けちゃおうか、だから、ここちょうど来たし。屋上の場所なんて何もないと思ったらあるんだな、意外なアイテム。配信、これ。まあ、でも、ああ、機材がないな。うん。ちょっと体育館飛んじゃっていいですかね、これ。体育館飛んで、なんだっけ。これよな？これ渡すと、何が起きんだ？おい！ちょっと待って。はい！ちょっと待って、何？夫で、ああ、してくれたんだ！彼を追加しておいたわ。これどうなんだ、でも。あとは。いつものようにうまくやることね。え？サンキュー！助かったぜ！え、こいつ私どこで？え？あとは。あ、じゃあもうここいないってことか？あ、いないわ。あいつどこ行ったんじゃ？あ、いたいた！あ、プロデューサー。あはははは！僕なんか、某アイドルプロデュースのゲームになってる。え？沙織はこいつにどんな設定を追加したんだ。とりあえず話を合わせてみるか。私たちが初めて会った時のこと。シャシャ、勝手にお前が襲ってきたんだよ。ここで。ああ、覚えているよ。あの日、私は緊張と不安で。何で姫を守れるかどうかか。でも、プロデューサーが優しく笑って。君ならトップアイドルになれるって。ああ、これ、どうしよう。まあ、あれは、苦虫を噛みつぶした顔って言うんだよ。
ひどい。バカ。えらい、これダメもう。あ、プロデューサー、あのでプロデューサー、これからもずっと私のプロデューサーでいてくださいね。はい、あ、待って、交換アップした。プロデューサー、私不安なんです。何が？この先アイドルとしてやっていけるかどうかって。お前のようなアイドルがいるか。ひどい、プロデューサーのバカ。下がりはしたいんだよな。でもアイドルとしてやっていけるかどうか、上げてくんかな。これはこいつの好感度。ただ偶然じゃない。君の心の奥底に秘めた情熱と才能はまるで炎のように燃えている。物理的に。信じるんだ。プロデューサ ー, プロデューサー、ありがとうございます。私頑張ります。すごいな、声が濃いな。ファンのみんなのためにも。ファン、ファンはいるだろうな、こういうキャラ。あなたのためにも。いい、なんかゾワッてした。いえ、なんでもないです。なんだこれ、誰の声なんだ本当に。プロデューサー、なんか近づいてくんな、お前顔近づけんな。私の新曲守って恋してメタモルフォーゼが全米チャートの1位を獲得したみたいなんです。全米、全米の震えんなお前。私嬉しくって、こんな曲売れるわけじゃないだろ。ひどい、プロデューサーのバカ。プロデューサー、顔近づけんのやだな。私嬉しくって、まあ俺はずっと君が売れる未来を信じていたよ。君の音楽が人々の声に響き共感を呼ぶことは間違いないと思っていた。これは君の輝きと努力の結晶だよ。プロデューサー、プロデューサー、私ずっと前から決めてたことがあるんです。何？やめろ告白とか。全米チャートで1位を。なんで？アイドルを引退。これからじゃん。一緒に頑張ってこうぜ。炎のように。あのプロデューサー。はい。あなたに伝えたい。伝えたいことがあります。この後。屋上？あ、屋上？屋上に来てくれますか。プロデューサー兼同級生か俺ら。屋上。絶対に来てくださいね。待ってます。待ってます。絶対に来てくださいね。怖いな。待ってます。絶対に来てください、ね、圧を感じるな。待ってます。なんか念のためさ、消火器持ってきた方がよかったかな。ね、こいつの炎をさ消すために。あー来た。マジで合格戦。合格エンド。マジでプロデューサー来てくれたんですね。裏切りそう。なんかどうしてもあなたに伝えたいことがあって。はい。私小さい頃からずっと。小さい頃？アイドルになる。姫を守るのが夢だったんじゃないか？お前は。体は大きいし。それは実際そうなんだ。炎で燃え盛っている。こんな私がアイドルになれるわけないって。そりゃそうよ。ずっとそう思ってました。騎士、騎士。でもプロデューサーは言ってくれた。何？絶対にナンバーワンアイドルになれる。いや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 、その言って誰だ？さよりさより何をしたこいつに？私嬉しかった。何よ。プロデューサー、私アイドルを引退してから夢を見つけました。はい、何でしょうか。プロデューサーの、いえ、飛行。やだよ、嫁騎士になる、騎士になる、俺の騎士に守ってくれ俺を、マキアカだ。え？あ、そうなんだ。あー、はい。オーケーじゃん、ダメなんだこれ。飛行。飛行、飛行。これからは。私の私生活をずっとプロデュースしてくださいね。なんか好感度上がって逆に堅苦しい呼び方されるって珍しいな。マジでマジで、ちょっと待って、俺こいつキスしたくない。やけどする、痛い、熱い。え、あるんだ。エンディング2つ回収したな。確かにさ、その、こいつら、そう、こいつらにもなんか CV あると思ったんだよ。この二人とか。なんでだろうなと思ったら、そういうことか。そういうエンドもあるからっていうヒントは出たんだね。うん。なんかエンディングも回収、なんかエンディングも一つ回収できたし、なんか新しい発見もいっぱいあったんで、結構有意義でしたね。いや、まだエンディング一応回収してんだよ、俺。1,2,3,4,5,6,7。あと半分以上あんだけども、それはどうすんだろうな、でもほんと。でもそっか、屋上の爆破とかまだやってないし、それのエンディングあるでしょ？だとゲーム、e スポーツ部のエンディングと、あと謎の部屋も開けたいんだよな。で、多分親友キャラのエンディングありそう。あ、この感じは。転送モジュール渡して何をすればいいんだろう、でも。
まあ、結構、まあ、結構攻略のヒントも見つけられたんで、まあ、次回も、まあ、エンディング目指していきたいと思います。それじゃ!バイバイ!